今までの場所と雰囲気が違いますね。誰？うわ、美少女！バカなの？敵陣の真っ只中で言うこと？ここがどこで相手が誰だろうが関係ねえ。美少女は美少女だ。確かに考えてみると変ですね。井出口さん。え、ゴンタ先輩の知り合いなんですか？マジかよ、やるじゃんゴンタ。あの二人とも、その呼び方はそろそろやめてください。こんにちは鶴巻くん。おいゴンタ、さっさと紹介しろ。彼女は井出口マリアさん、クラスメートです。井出口さん、この人たちは、その鶴巻くんのお友達？ええ、まあそんなところです。翔太ちゃんと同じクラスにこんな可愛い子がいたのね。おかしいな、同学年の女子でめぼしいのは網羅してるはずだったんだけどな。けどどうしてこんなところに？私この病院に入院しているの。入院？そうなんです、彼女は体が弱くて学校にもあまり。なるほどね、そりゃ俺が知らないわけだ。ちなみにそれはいつから？いつ？あなたはいつから入院しているんです？ずっとよ。え？ずっとってなんで？なんでって、それはだってゴンタ先輩、ここリドゥですよ。まるでずっと入院していることを望んでたみたい。入院を望んで？おい、その話は後回しだ。マリオヘッド、ちっ、もちっと早く気づけねえのかバーチャドール。この病院がおかしいのだ、不安定だ、勘が鈍る。井出口さん、危ないので下がっていてください。全力で行く。さてさて、どうしたものか。任せとけ。みんなを守らなくちゃ。消えろ。手加減はしない。僕の番だな。全力で行く。任せとけ。
迷惑かけないようにしないと。手加減はしない。僕の番だな。全力で行く。任せとけ。手加減はしない。みんなを守らなくちゃ。ほらよ。全力でいく。さてさてどうしたものか。手加減はしない。何言ってんのニコちゃん、こんぐらい余裕だろう。余裕、上司がいると調子いいんだから。それより井出口さん大丈夫ですか？私なら大丈夫。皆さん一度病院を出ませんか？井出口さんをかばいながら戦闘を続けるのはリスクがあまりにも大きい。翔太君、その必要は？その必要はない。貴様は、あなた診察してくれた先生。ってことは部長を殺そうとしたのって。そうだ、こやつだ。まさか。オブリガードの学士、ドクトルだろ。待ってください。この人は井出口さんの主治医の。そう、先生は私の先生。ここへ来るより前からずっと。医者と患者、なるほど。だからあんたの学士名はクラン家なのか。まんまだな。井出口さんが学士だって。マジかよ。リグレットとかいうバーチャドール、顔面偏差値で学士選んでんじゃねえだろうな。そうなんですか？キリコちゃんも学士になっちゃうの？
待っちゃわないよ。仮想世界まで来てお医者さんごっこか。呆れるな。こんなところで油売ってないで、医者ならさっさと現実に戻って病気の人間を助けろよ。ガキが偉そうな口を叩くな。俺がどこにプライオリティを置こうがお前には関係ない。大勢の命を救うよりおままごとの方が大事だって言うのかよ、医者のくせに。そういう一面的なものの見方がガキだと言ってるんだ。人様の事情に首突っ込むんじゃねえよ。プライオリティのトップに人命を置けない奴がなんで医者になるんだよ。理解に苦しむ。待ってくれ、嘘だろ、井出口さんが学士だなんて。驚いた？井出口さん、どうして。私はリグレットがすることに興味はないし、どっちでもいいの。でも先生があなたたちを邪魔だと言っているから。なんだ、通路が塞がっちゃいました。マリア、お前はここまででいい。部屋に戻っていろ。はい先生。井出口さん。さあオペを始めよう。貴様ら帰宅部をリドゥから切除してやる。さあ執刀開始だ。さっさと来いよヤブ医者。みんなを守らなくちゃ。任せとけ。全力で行く。治療開始。サポートするね。こしゃくな。さてさてどうしたものか。目はこすないようにしないと。手加減はしない。僕の番だな。
終わり。治療開始。負ける気がしない。マラをここまで野放しにするべきではなかったな。帰宅部の勝利だ。さあ、いろいろ話を聞かせてもらうぞ、ドクトル。今回の病気、貴様が我々をあぶり出すために学園にばらまいたという話は本当か？ああ、そうだ。だからなんだ。医者が不特定多数に病気をばらまく、正気の沙汰じゃない。何を今さら。当然だろ。正気の人間がこんな世界でまっすぐ立っていられるものか。最低だな、あんた。ドクトルが病気をばらまいた。リグレットの言っていたことと一致する。あいつは本当のことを話していたのか。何しろ相手は敵の親玉だからな。油断がならない。それにしても何がどうなっているのだ。おい、こらてめえヤブ医者、誰が勝手に動いていいっつった。リドゥを消滅させるわけにはいかない。寝言言ってんじゃねえ。てめえは負けたんだよ。切り札は抑えてある。俺が戦闘で負けるくらいどうということもない。対局はもう決しているわけだ。どういう意味だそれは。うわー、なんですかこれ。地震？いや、地
心の揺れ方じゃない。なんだこれは。ちょっと待て、これはあんたの仕業じゃないのか。だったら誰が何を。まさか。おい、ヤブイサ待て。追いかけるぞ。よく寝てる。見張ってる必要ないみたい。でも先生が私に任せてくれたんだから、やらなきゃ。ちゃんと役に立ったら先生きっと褒めてくれる。先生、早く帰ってきてね。え？起きちゃったの？どうして？すごく強い薬を使ってってお願いしたのに。あなた。私は学士。学士って学士？そう、あなたの敵。あなたは私が捕まえたの。先生も褒めてくれたの。よくやったって。待ってください、ここは一体どこ。ここは病院。病院？どうして病院なんかに。忘れちゃったの？それとも薬で眠いの？病院？病室？いや、ん？何か言った？何？これ。いましたよ！あそこ！ドクトルだ！これは、一体何があった？すみません。よくわかりません。突然こんなことに。その、例の女子学生を寝かせていた部屋なんですが。やはりこれは。得意点の仕業か。得意点？それって確か前にブラフマンが言ってた。それから、先生すみません、多分部屋の中にマリアちゃんが。なんだと。マリア、マリア。んだよこれ。黒いシミみたいなのがどんどん広がってる。気持ち悪い。すごく嫌なものを感じる。あ、助けて。私たちも早く逃げましょう。ですよね、これって結構ヤバめですよね。でもマリエちゃんはこの部屋の中にいるんだろ。そうですよ、まだ彼女を助けていません。これ以上ここにいたら危険だ。マリエ先輩どうすんの。部屋の中に生命反応が2つある。マリエと多分あの車椅子学士だ。この黒いシミ、部屋を守るために周囲を拒絶しているんだ。かなり危険だ、多分触れると死ぬ。部屋を守るための。逆に言うと部屋の中は無事ってことか。一時退却だな。聞きたいことがたくさんある。ドクター、あんたには一緒に来てもらうぞ。冗談じゃない、マリアを置いて俺だけ逃げられるわけが。何言ってるの。お医者さん、あなたも逃げなきゃダメ。ササラさん、あの子が心配なのはわかるけど、あの子を助けてあげたいならまずはあなたが無事でなきゃね。違う、そうじゃない。俺は。先生。お、死んだか。気絶してるだけだ。今まで精神だけで動いていたんだろう。よし、今のうちにドクトルを連れて外へ出るぞ。
珍しいですね、九段が僕を呼び出すとは。今まではその必要がなかっただけさ、幸運なことにね。なるほど、では早速話を聞きましょう。病院で妙なことが起きている。妙なこと？それがわからないから困ってる。現状病院内の監視カメラは映らないし、ドクトルとも連絡が取れない。何人か手下を向かわせたが無駄。病院自体が外からのアクセスを拒絶しているようだ。帰宅部の差し金？いや違いますね。あのバーチャドールにそんな力はない。その通り。さっき時間を遡って病院内の映像データをチェックした。とある病室のデータに誰かが触れた形跡がある。だが連中に病院内のデータは絶対触れない。そうですね、病院のデータにアクセス権限を持つのは病院を管理しているドクトル、そして僕と九段だけ。おっと、間違っても私を疑わないでおくれよ。その反応だとブラフマンにも心当たりはなしかい？病院のことは全てドクトルに任せてある。僕は無関係ですね。となると他に可能性があるとすれば、僕たちの目を盗んでそんなことをできる者がリドゥにいるはずが。敵の害を防ぐは友の害を防ぐより易しとも言うね。クラン、君はリドゥ構築の功労者だ。しかし言葉には気をつけた方がいいですね。ただまあ、そんなことをやってのける人物がこのリドゥにいるとしたら、君の想像通り心当たりは一人しかいないんだがね。バカなことを。リグレット様はリドゥを滑る女神だ。あの方はこのリドゥに理想の世界を想像するべく日々心を砕いている。なぜそんなことをする必要がある？くだらないことを言うな。いくらお前でも感化できんぞ。確かにそうだね、リグレットがそんなことをするメリットはない。病院のことならドクトルに任せておけばよい。クラン家も一緒でしょう。ドクトルは現実を恐れています。病院内で何が起ころうとリドゥを死守するでしょう。任せておけばいいということだね。わかった、では病院に関してはドクトルに任せるとしよう。それで構いません、君も彼を助けてあげてください。全ての信仰にある特徴は不信仰を退ける点であるとはよく言ったものだね。さすがは学士の中の学士、見事な盲信だ。ま、組織の旗振り役はそうあるべきだが、さて私は私で手を打っておくかね。なるほどね。あいつ何してたんだ。いや、それよりなんで僕が会議に呼ばれていないんだよ。僕抜きで話を進めるなよ。まだ僕は役に立てるのに。ブラフマンさん、お化けが出そうね。お化け苦手。確かに病院ってその手の話が多いよね。さあな、幽霊なんて怖かねえよ。現実の方がよっぽど怖え。病院がこんなになっちゃったのってあの黒いモヤモヤのせい？おそらくな、あの黒いものが病院を変質させてしまった。でも
マリエちゃんはまだ中にいるのよね。助けに行かなきゃ。とはいえこの様子じゃここから奥へは入れそうにない。キー、ドクトルの様子はどう？まだ目を覚ましてない。とりあえず電車で寝かせるぞ。先生が起きたら話を聞きましょう。話をしてくれるでしょうか？話をするよう水を向けるしかない。こっちは圧倒的に情報が不足してる。今の状態じゃマリエさんを助けるどころじゃない。あの医者、この状況に思い当たる節がありそうだしな。意識がないな。ここへ運んでから随分経つが、ずっとこんな調子だ。先生大丈夫かしら。一度お医者さんに見せた方がいいんじゃない？他のお医者さんに探してみた方がいいんでしょうか？大体病院は今あんなだし、いたとしても探しようがないよ。戦闘の消耗ですし、しばらくしたら目を覚ますと思うのですが。根拠は？その顔特になさそうだな。まあまあそう言うなよ。こういう時部長の勘は結構当たるしさ。希望的観測も結構だが、あまり悠長なことを言っていられない。そうだよね。マリエ先輩早く助けなきゃ。あ、ねえみんな見て。お前たちは帰宅部。そう、その通り。そしてここは帰宅部の本拠地だ。観念するのだ。これは電車か？こんな空間に潜んでいたのか。道理で見つからないわけだ。ここはキーの支配する空間。彼女が認めない限り走行中の電車からは誰も降りられない。諦めるんだな。だからどうだというのだ。クラン家とやらを助けたいんだろ。ここで時間を無駄にしている場合か。リョーク、悪役のセリフだよ。いいだろう。俺に何をさせたい？話が早くて助かる。まずはこちらの質問に答えてもらおうか。学士は全員で8人、間違いないか？ああ、間違いない。8人、パンドラでしょ？それからムー君。先生がドクトルで、井出口さんがクラン家ですよね。山本がキューピーで、あとはマキナちゃん。そしてブラフマンだな。これで7人。もう一人、顔出しをしている学士クダンという女がいる。俺たちはまだ接触していないが。その8人で間違いない。学士はどういう尺度で選別されてる？学士はブラフマンからの招待状を受け取り、合意の上でリドゥに来ている。パンドラも同じようなことを言ってた。曲作ってたら声がかかったって。パンドラもやられていたか。黙ってやがったな、あの女。まあいい。俺たちの共通点はミューが起こした騒動以降に活動を始めたドールピーだということくらいだ。俺もパンドラも現実で名前が売れ始めていたしな。尺度は影響力というところじゃないか。本当のところは知らんがな。あんたみたいな人間がリドゥだなんだと仮想世界の話をされて急に信じられるものなのか？意外と子供っぽいんだな。夢物語を信じたい状況というものもある。あんたは
リドゥをどういう世界だと認識してる？リグレットの支配する仮想世界、取り込まれる人間は大なり小なり己の人生に後悔があるものだけだ。つまり過去を悔いている人間がリグレットの力によって閉じ込められる。それは少し違う。ここにいる連中は皆自ら望んでリドゥへやってきたんだ。例外はない。誰が望むかよ。冗談じゃねえ。ただ俺は後悔してただけだ。風祭り、落ち着け。否定するのは勝手だが、リグレットの歌に惹かれたということはつまりそういうことだ。その証拠にお前たちにも現実の後悔をやり直すお膳立てが用意されていたはずだ。言ってやがれ。お前も何か後悔してるってことか？そうだな。例外はない。ねえ先生、あの病気は何だったの？あれはお前たち帰宅部を病院へ誘い込むために作ったウイルスだ。ウイルスだと？リドゥに存在するものは紐解けば全て電子データで構築されている。空も大地ももちろん人間もだ。データを扱うスキルさえあればウイルスを作るくらい造作もない。ウイルスはあんたが作ったのか？引き起こす症状を指定したのは俺だが、作ったのはブラフマンだ。マリア、クラン家が学園を見たいと言うからついでに出向きばらまいた。まさか学園祭の時？そうだ。人目をはばからず堂々と仕事ができて助かった。学園全体を巻き込むつもりだったんですか？あのウイルスに致死性はない。ワクチンを使えばすぐに駆除できるが、放っておけば自然治癒する程度のものだ。ワクチン？だからみんな病院ですぐ治ったって言ってたのか。現実世界のインフルエンザと同じようなもの。この世界にいる連中は総じてリグレットのエネルギーの源だからな。無駄には殺さないというわけか。そうだ。本来の目的はお前たち帰宅部をあぶり出すこと。リドゥに気づいているものなら早晩ことの異常さに気づくだろうと踏んだ。リドゥに病気なんてあるわけがない。そのことに気づいて乗り込んでくるもよし、単に治療目的で来院するもよし、あんたは俺たちを探す手間を省こうとしたってわけだ。そうだ。しかしわからない。そこの二人。え？私と部長ちゃん？お前たちなぜ死ななかった？俺が処置をした時点で死んだも同然。ましてや回復などするわけがない。え？そうだったの？怖い。そんな人ごとみたいに。だって私よく覚えてないのよ。気づいたらベッドに寝ていたの。ドクトルの言うことが本当なら寝てたんじゃなくてほとんど死んでたってことですよね。治ったのは、まあいい。遅かれ早かれいずれお前らも死ぬ。リグレットのことを教えろ。バーチャドールだ。彼女は彼女の歌を崇拝する人間の力を己の力としている。それくらいは知ってます。俺はそれ以上のことは知らない。リグレットがどこの誰に作られたかもな。当てが外れて残念だったな。あんたよく知らない相手に貸し付いているのかよ。貸し付いた覚えはないな。俺は自分に都合がいいからリドゥへ来た。リグレットには興味がない。あえて言うなら、まあチャチな仮想空間を放置していたとかいうバーチャドールよりは多少マシだな。貴様、ミュウがずさんなおかげでリドゥが誕生したのなら俺は礼を言うべきなのかもしれないが。貴様
今の言葉を撤回しろ。母は宇宙一立派なバーチャドールだ。キー、気持ちはわかるけど落ち着きなって。断じて許さん。貴様に母の何がわかる。うるせえ。てめえらバーチャドールはどいつもクソだ。クソドール、人の人生を何だと思ってやがる。なあ、もう気持ちはわかるけど二人とも落ち着いて。あんたはどうしてマリエちゃんを捕まえたんだ。彼女が得意点だからだ。得意点？以前ブラフマンが言っていたやつだな。得意点とは一体何だ。お前たち何も知らないで彼女を仲間に加えていたのか。恐ろしいな。いいから説明しやがれ。頭の悪い俺にも分かるようにな。リドゥはゼロから作られたわけではない。母体となる世界があった。我々はそれをミクロメビウスと呼んでいる。ミュウの作ったメビウスの簡易的で小規模な世界だったそうだ。なんだお前、何を言っている。リグレットとブラフマンはそれに目をつけた。ミクロメビウスをリグレットが改ざんしアップデートをする形で今のリドゥがある。それとマリエさんと何の関係がある。リドゥの前身であるミクロメビウスは雨吹マリエのために作られた世界だ。何、母がマリエのために。なぜだ。理由は知らん。しかしブラフマンは俺にこう言った。万が一得意点に異常が発生したその時、得意点を核に作られたリドゥは崩壊するだろうと。え、あのリュウ君、どういう意味。つまりマリエさんは彼女を殺せばこの世界は消える。待ってください。ちょっといろんな情報がありすぎて2個混乱してます。今の話で最も重要なのは得意点のことだ。リドゥの元になったのがミクロメビウス。そのミクロメビウスはマリエ先輩のために作られた。マリエちゃんがこの世界の主ってことだろう。彼女が死んだら世界ごと消える。にわかには信じがたいね。嘘をつく理由などない。さあ、すべて話したぞ。一刻も早く病院へ。あの子のところへ行かせてくれ。頼む。嘘はついていない。嘘発見キーでわかる。キーちゃんじゃなくてもわかるよ。先生の目を見れば。君ならそう言うと思っていました。ただ、この話が真実だとすると、俺たちは大きな選択を迫られることになる。大きな選択？マリエさんを殺して現実へ戻るか否か。え、ちょ、何言ってんの？マリマリを殺す？俺らが？冗談きついぜ、チビちゃん。月島くん、君、なんてこと。ダメよ、そんなの絶対にダメ。では聞くが、帰宅部の目的は何だ。現実に帰ること。そうだ。そして得意点の消失が現状打てる手の中で一番リスクが低い。少なくともこの世界を滑るリグレットに戦いを挑むよりマシなやり方であることは間違いない。未だリグレットを倒せる算段はなし。こっちがどれだけ学士を倒して強くなろうと、世界の創造主とは実力のステージが違うのが現実だ。合理的に考えれば取るべき手は。リュートちゃん、やめて。それ以上聞きたくない。俺だって言いたくて言ってるわけじゃない。揉めるのは後にしてくれ。さっさと電車を止めて俺を解放しろ。なあドクトル、あんたは何を後悔してるんだ。そんなことを聞いてどうする。仲間の命がかかってるんだ。あんた自身のことを何も知らずに信用なんかできないだろう。いいだろう。
俺は現実でも医者で、マリア、クラン家の主治医だ。どこにでもある話さ。俺は手術に失敗し、結果彼女は歩けなくなってしまった。そんな、待って、それおかしくない？それがあなたの後悔なら、リドゥであの子は歩けるようになってるんじゃ。あ、確かに。おい、設定ブレてんぞ、クソ医者。どうなってんだ？そんなことは俺が一番知りたい。彼女の足を治すことを条件に学士になったのに、なぜ彼女の足は治らない？え、なんでですか？ブラフマンにも聞いたが、わからない。原因不明だそうだ。だが、リドゥはまだ不完全だ。リグレットの力を大きくすれば可能性が開けるかもしれない、ということだ。だからあんたは、ブラフマンとリグレットの言うなりに働いていたわけだ。仮想世界で、現実をなかったことにするなどと、虫が良すぎることは、俺が一番わかっている。取り返しのつかないことをした。俺はこの手で、人一人の一生を奪ったんだ。なかったことになどできない。俺が地獄に落ちようと、もはやどうでもいい。彼女がもう一度歩けるならば、その地面は現実でも夢でも構わない。それが、あんたの後悔。なかなかヘビーだね。リドゥに来てからも俺は、まともに眠れない。彼女の動かない足が、ずっと攻め続けている。そう思えてならないんだ。わかります。その気持ちは痛いほど。バカバカしい。能力のある者は多くの人を救う義務がある。あんたは医者だ。医者が一人の患者にこだわるなんておかしい。人が関わっている以上、人的要因のミスをゼロにすることはほぼ不可能だ。失敗は失敗として、次に生かすことを考えるしかない。悲劇に浸る医者なんてただのバカだ。バカはお前だ。思い上がるな。なんだと？それこそ人が人である以上、ミスを純粋なデータとして捉えることなどできはしない。机上の空論をさも真理のように語る世間知らずの傲慢なクソガキが、医者であろうと突き詰めればただの人間だ。大勢の人生を背負えるほど頑丈じゃない。そんなことは誰にもできない。どんなに優秀な人間だろうと、俺にとって何が大事かは俺が決める。医者として救うはずだった数多くの命より、俺はマリアの足の方が大事だ。そんな先生、どうしたの？先生、しっかりして。顔色悪いな。一度横になった方が良さそうです。これからどうするんです？ひとまず隣の車両に移ろう。マリエさんのことについても話す必要があるだろう。月島君、そのさっきのは冗談でしょ？天吹君を。冗談じゃないし、俺は正気だ。私は絶対に反対だから。リグレットはその気になれば俺たちを殺せる。生かすことができたということは逆も真だ、間違いない。うん。なのに現状こっちの対抗手段はゼロなんだぞ。でもだからってそんな。リュウトの言い分も正しい。キー、やめてくれよ、そんなこと言うの。おそらく今のキーたちにあのリグレットを倒すのは難しい。まだそうと決まったわけじゃないですよね。今までだってみんなで隠しを倒してきたんだし。そうだよ、直接戦ってみなきゃ分かんない。戦ったんだ。ササラが目覚める前、病室にリグレットが現れて。なんと。だが奴は圧倒的に強かった。次元が違う。悔しいが、とても叶わない。らしくないよ、キー。
あんたが言ったんだろ、リグレットを倒すってさ。そうですよ、君がここまで俺たちを。部長、お前もリグレットと戦ってんだろ、どう思ってんだよ。つうか、俺ら全員いてワンチャンしかねえのかよ。くっそやべえやつじゃん。だが、リグレットはなぜ戦いを仕掛けてきたんだ？仲間になれと言ってきた。つまり、学士のようにリグレットに仕えろと。そのためにキート部長に自分の力を見せつけたってことか。ねえキーちゃん、なんでミュウはマリア会長のためにミクロメビウスを作ったの？わからんのだ、母からはそんなこと聞いてない。やっぱ医者が不賢いてる可能性もあんじゃねえの。マリエ先輩が特別だっていう裏付けはあるんだよ。マリエ先輩は帰宅部で唯一夢を見ていない。え、そうなの？そうだ。なのにマリエちゃんは初めからキーが見えてた。少なくともマリマリが俺らと違うってことは間違いねえな。ここがマリエ先輩のために作られた世界だから。カタルシスエフェクトに目覚めても記憶を取り戻さないのは、母がマリエにかけた現実を思い出さないためのプロテクトなのかもしれん。そこまでしなくちゃいけない悲惨な現実がマリエちゃんにあるっていうの？コバトが言ったメビウスの話を聞く限り、俺たちに残された時間は有限だ。だから俺たちは選ばなきゃいけない、現実に戻るために。今日のところはこれで解散しよう。これ以上話し合っても解決しそうにない。先生、置いてきちゃって大丈夫？俺が見張っておきます。今日は電車泊ですね。らしくねえじゃんゴンタ、自らそんな役回りするなんてよ。天吹君のこともそうですが、井出口さん、クラン家のこともありますし、考え事するにはちょうどいい。夜にでも食べ物とか差し入れに来るよ。安心しろ、中で何かあればキーにはすぐ分かる。今日はいろいろありすぎたぜ。一晩休んでまた明日考えよう。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
ようこそ。